はい、アッシュランドレザーの正規販売店の泉と申します。シェルコードバーン製品を普段は販売しております。シェルコードバーンの魅力は、このツヤと、このスタンプがかっこいいのと、耐久性と、程よい、食感と、と、それぐらいですかね。で、デメリットが、高いことと、細かい傷がつきやすいことと、シェルコード版製品の、色のバリエーションが少ないことですね。高いっていうのは、皆さんご存知だと思いますけど、シェルコード版は、今、世界的に人気のため、高騰しておりまして、その結果、製品化した場合、こういった財布とか、そういったものの値段が高くなってしまいます。で、その結果でもありますが、バーガンディとブラック以外の色があまり見られなくて、そういった面で、色のバリエーションが少ないことがデメリットの一つだと思います。ウイスキーとか、マーブルブラックとかいろいろあるんですけども、入手困難ということで、あと高いということもあって、メーカーさんは製品化しにくいようですね。あと採算が合わなかったりしますね。で、これはアシュランドレザーの、パターンオーダーのコインケースになります。こちら、2万円で、シェルコード版製品の中では、かなり安く、しかも色も選択できることもあって、アシュランドレザー製品はかなりおすすめですね。私はこれを2万で受注しております。これは、マーブルシガーといって、日本で未流通のシェルコード版ですし、シェルコード版シガーっていうのは、シェルコード版の中でもかなり入手困難な色と聞きます。それのマーブルカラーということで珍しいと思いますね。最近発売された色のようですね。で、後ろにカードケースとして、シェルコードバーのウイスキーを、つけてもらっています。カードケースが1枚ぐらい入りまして、中は小銭が入りますね。経年変化も素晴らしく、シェルコードバンというのはどんどん艶が現れることでもう有名ですね。使いやすくて、小銭もたくさんありますし、三つ折りにすればもう1万円も入りますし、使い勝手がいいと思います。